北海道旭川市の旭山動物園で昼間と違った動物たちの姿が見られる夜の動物園が9日始まりました。夜の動物園では営業時間が通常の午後5時15分から午後9時まで延長されました。この日、日が暮れ始め涼しい風が吹くと狼が一斉に吠え始めました。夜行性で日中は動かなかったレッサーパンダも吊り橋を行き来します。また暑さでぐったりしていたホッキョクグマも元気に動き回り、夜行性のカバはプールの中で見事な泳ぎを披露していました。夜の動物園は8月15日まで行われます。